どうもこんにちは、いい服の福太郎です。いい服の東江です。お願いします。いや今日はね、うん、福太郎さんからちょっと相談ある聞いてね。ちょっとそうなの、相談があって、うん、あ、相談ね、うん、相談って、うん、解散早すぎるやろ、お前まだ2個目の動画やねん、お前。ああ違いますよ、そんなの。よかったよかった相談やねんけど、はいはい、これ結構持ってるんやけど。お、定番のレッドウィングや。そうそうそう、レッドウィングアイリッシュセッターやねんけど、これ色が明るいから履くとちょっと子供っぽく感じてしまうことが多くて。ああなるほどね。そうそう、これをもうちょっと大人っぽくというか綺麗なアメカジとしてこうでしたいんやけど、これどうしたらええんかなと思って。いや確かにアメカジってそういうのあるよな。いやあるある。ちょっとタフすぎて、うんうんうん、無骨すぎておっさんっぽくなってしまったりまあ逆にこういう風にビビッとすぎて子供っぽくなってしまったりって言って、うんうん、まあ我々の世代にちょっとジャストにフィットする年、うん、相応のアメカジっていうのはちょっと難しいかな。難しいよね、うん。まあ俺結構アメカジ歴長いし、で撮影の仕事とかするときにスタイリングとかもするから、まあ、はいはいはい、ある程度アメカジの心得があるんで、頼もしい。ちょっと解決したいと思います。お願いします。まあね、アメカジをちょっとやる前に一つそのフローチャートがあって、まあ、フローチャート。それはもうズバリ顔の濃さなんですよ、ね。顔の濃さ。顔の濃さなんですよ。根本的なとこで。もうここ見てください。もう薄塩味ともうダブルコンソメパンチにクワトロコンソメパンチぐらいまでいってるね。どの面につけんねんそれは。ダブルは両面やろそれで。もうこのキューブ状のポテトみたいになってるぐらいあるんでね、まあ、まあポテトの話は置いといてそれぐらい違うとやっぱり合うアメカジが変わってくんねん。あ、もう顔からし変わってくんねん。そうそうそう、まあ、例えば今日の俺みたいな感じやと、うん、まあ、俺みたいに顔薄いタイプでちょっと大人っぽく見せたいって時はこういう風に全体のトーンを抑えて、で色のコントラストつけへんっていう。ああ同じ感じでいくねんな。そうそうそう、はいはいはい、っていうのをするとちょっと渋くなるみたいなね。なるほどね。で地味になりすぎへんようにちょっとだけアクセ覗かせるみたいな。ああそういうことね、はいはいはい。まあ、そうすることで、まあ今日これあの1950年代のカバーをブルーベルいうとこのカバーを偉い昔やな。70年ぐらい前。そうそうそう、もうまだ戦後間もない頃やな。そうやな、まあすごいね。ってなったら武骨に見えるはずのワークウェアもなんとなくこうちょっとおとなしく見えるというか、ね、確かにスラックスとかニットとかでこう綺麗な感じにしてるからこれだけ変に浮いてないもんね。そうやね、わかるわ。けどまあ逆に自分みたいなクワトロコンソメパンさんラジオネームクワトロコンソメパンさんがいやおりそうやけどお前、まあ、うん、こういうのをするともう雰囲気が出すぎてしまってちょっともうえ、うん、現地の職人さんみたいなデニム創世紀の職人さんみたいに当時のね、そう雰囲気出すぎてまあっていうのは、まあ、どう分かんないですけど、まあまあ、まあ、まあちょっと分かるわその気持ちも。まあね、うん、でそこでちょっとファッション感を醸すために、はい、うん、自分みたいな濃い顔の人は、はい、ちょっとだけ、うん、あんまりポップになりすぎんように色のコントラストつけていくといいと思う、ね、色でね。そうそうそう、はいはい。まあ、例えば、うん、同じくちょっと顔濃いのキムタクさん、うん、おキムタク、うん、ちょっとキムタクのコーディネートを思い浮かべてみて。はいはいはい。キムタクって言ったらもうなんか赤黒のチェックシャツに、うん、デニムにこういうブーツみたいな。あーそうやね、ザ・アメカジみたいな。まあそれもその赤黒でちょっと抑えてデニムとポップになりすぎんようにコントラストつけてるからかっこよくなるみたいな。なるほど。とかまあ他にもあの黒のライダースにインディゴのダメージデニムとか。ああかっこいいね、渋い。そうそう、そういうの俺らがやるとちょっとタフすぎてはい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 、やられてまう、逆に服に負けてまうから。なるほど。まあそこがエンドじゃありますね。まあ要するに自分はキムタクっちゅうことやな。俺キムタク？そうやね。どうもいい服団、いい服のキムタク担当です。担当、キムタクを担当してるスナップのキムタクとかじゃなくて、キムタクいい服のキムタクです。いい服のキムタクをね、うん。じゃあ大口切るね。もうじゃあいい服のキムタクやから、もう、うんうん、今からキムタクの服買いに行こう。キムタクの服買いに行く今から。もうアメカジの服買いに行こうもん。あーなるほどね、うん、行こう行こう、もう行こう。行きましょう。行こう行こう。ということで、ね、買ってきたんですけど。何着とんねんお前これ。なんやねんこれ。
自分それどうした？いやまあまあ俺もやけど。いやね、そのキムタクの衣装を買いに行く、そうそう、言うて出て行った、ね、探してたんですけどね、うん、ちょっともう、え？俺らのオーダーメイドみたいなバッチリのやつ見つけて、ジャストサイズのスタジャンをお互いお手頃冬物セール価格で発見してしまいまして、ドンピシャでね、サイズがもう凍ってしまったんですけど、一回これでホクホクになって我に返ってで、ちゃんとこちらのちょっと買ってきたんで、これはキムタクっぽい服を、そうですね、着替えましょうか。早速着替えたいと思います。着替えます。はい、これ見てもらいたかったんです。ということで、はい、赤い服に着替えてもらって、ね、着替えたんですけど、なんやねんこれ、だからさっきから何これ。いや、さっきは自分スタジャン買ってて俺も欲しなってうん、うん、自分が赤い服買ってて俺欲しい、欲しなって思って、これ見てこれ連想せえへんやろ。なんなんこれ、こんな顔デカデカと描く服ないやろこれ。おかしいやろ。首から下描かれへんから犬2服多いでごまかしてる。画力の問題ちゃうねんこれ。あ、そうや、ちゃう、これ何を着とんねんお前。まあね、うん、これで、でも福田さんいい感じになったんじゃないですか。あ、もうこれめっちゃいい感じです。これね、これウールシャツ買ったんですけど、ね、これ自体は結構カジュアルなんですけど、中にあの黒のモックネック着て、であとシルバーアクセサンシャインリーブスのね、はい、つけて、これでも全体通してだいぶ大人な感じの。じゃあちょっと全身の方を見てもらう動画一回挟みましょう、うん、はい。もうこれでも名実ともにキムタクやな俺は。まあ我々はこうやってね、インフルはね、ちょ待てよ、ちょ待てよ、何無視してんだよ、ちょ待てよ。いやだってあかんやん。いやあかんってなんやねん。だってちょ待てよは、うん、キムタクさんの著作権やから、うん、ないよ。ちょ待てよのちょっと上によく見たらあれ R 丸ついてるから、ついてへんわ。なんで俺ちょ待ってよって言うことにお金払うの。払うなわけないよ。だから自分は自分のオリジナルのちょ待ってよに変わる表現を今にも使って、それを入らせてファッション YouTuber 界をブイブイ言わしてから、ね、自分なりのちょ待ってよないよ俺には。なんやねん自分なりのちょ待ってよ。まあね、こういう感じで我々いい服はね。いや、お前昔やってたゆるびじょのAV の紹介コーナーの時間ぐらい待てよ。いや、どの世代に分かるそれ。俺らの世代や、俺らの世代。ちょっとだけやけど、これが伝わる層の方がもっとちょっとやからね。いや、もうアラサーの、これ見てもらってるアラサーの人は全員分かったから、今ので。いや、アラサーで YouTuber 見てる人はちょっとやからね。これやったら俺の方がちょっとの、ちょ待てよが上手いかもしれない。ほんまか？はい。じゃあ、ね、こんな感じでね。このチャンネルだね。インスタとか SNS で急にのろけ出したやつが急にのろけへんなるぐらいの間待てよ。いや、ちょっとやけどお前。ちょっとなんすよね。切なすぎるやろお前。もう開けた瞬間にもう終わりが算出されてしまうタイプの子いますからね。うわ、こいつ急にのろけ出した。あ、もうすぐのろけになるんやろうなってうすうす分かっとるけど。分かってくるから、ね。悲しいねお前の。いや、悲しいか。そんなんやったら、もう俺のんがまだもっとできるよちゃんと。ほんまに？ほんまやん。え、じゃあちょっと、うん、いやね、こうやって我々 YouTuber、 いやいやいや、まあ、家族で出かけるときにあのお母さんがもうちょっと待ってなっていう時間ぐらい待てよ。いや、めちゃ待つよ。いや、もうお父さんひりつき始めてる。タバコ何本も吸うてもう俺がお父さん側ついていいんかお母さん側ついていいんかわからんくて、お父さんの車側行っていいんかお母さんの方行けばいいか分からんけど、玄関でおおおおおおてるよ。妹半泣きになってる。せっかく楽しい旅行やのに。いやいや、ダメ。ということでね、まあ本日の動画はここまでなんで。いや、ちょ待てよ。